ヤルマンラジオ、シュウセミだ。本日なんですけども、本日は今までご紹介したことがない、とてもおすすめな再生クリームをご紹介したいと思います。それでは早速、いってみましょう。はい、本日もご視聴ありがとうございます。本日なんですけども、本日は今までね、ご紹介したことがない再生クリームなんですけども、まあ僕の動画をね、ずっと見られてる方はもうご存知なのかもしれないんですけど、僕のスキンケアの中でね、ちょこっと出てきたことがあるんですよ。まあね、その商品なんですけども、今回ご紹介させていただきますね。こちらなんですけども、PP クリームになるんですけども、再生クリームですね。メイドインコリアなんですけども、こちらね、イエスメッツっていうメーカーになります。PP クリームなんですけど、これをなぜ僕がおすすめするかというと、まあこれね、15g 入ってて、1500円ぐらいかな、皮膚科で買えるんですけども、で、これめちゃくちゃいいんですよ、これ。で、肌をきれいにしてくれて、本当に再生してくれて、肌の再生機能を高めてくれるので、これめちゃくちゃおすすめです。でね、他社からもいろいろ PP クリームっていうのは出てるんですけど、僕が使った中ではこれがやっぱり皮膚科で使ってよかったかなと思って、で、よく皮膚科で韓国だとレーザーとか、されるかと思うんですけども、その時にこれを購入して僕は良かったので、これを使ってるんですけども、で、成分表もね、見て調べてもやっぱすごく良かったんですけど、日本のヤフーとかのサイトではこれ出てこないんですよ。まあ、映画を読める方だったら英語だと表記は出てくるんですけど、これをね、韓国で皮膚科で、レーザーした後とかに使ったりとか、あとは肌が弱ってる時に使ったりすると、あと傷とかもすごく綺麗に治るっていうので、これを出されるんですけど、これがめちゃくちゃおすすめ。で、まあ、本当にいいので、これを僕は使ってるんですけど、再生クリームだったら、これ購入できたらこれ買った方がいいかと思います、これ。で、テクスチャーなんですけど、あのね、皮膚科行った時にデイでも塗っててもそんなに問題なかったかな。で、そんなにベタベタするような感じではないので、まあ僕が今まで使っているセンテリア24の再生クリームがあるんですけども、若干こっちの方がゆるゆるな感じなんですけども、何ですか、化粧のりはあんま良くなくなるかな。だから、そういう方はセンテリア24の方がいいんですけど、この PP クリーム、めちゃおすすめです。ぜひね、下の方に URL 貼っときますので、そちらの方もチェックしてもらえればと思うんですけど、気になる方はね。で、まあ PP クリームって皆さんご存知じゃない方、今回ね PP クリームを使ってみるのはいかがでしょうか。まあ再生クリームとか、あと保湿にも特化した成分になっておりますので、あとシワとかね、あと再生とか、そういうものに全て特化している成分になっておりますので、でもこちらもそうなんですけども、皮膚科で売ってるもの方が成分が良かったりするものが多いので、韓国に来た際はコスメ買うときに皮膚科で買われるのがすごくおすすめかと思います。若干成分違うものとか多いので、同じ商品でもね、病院で売ってるものが成分を多く作れたりするものがあるので、ぜひぜひ気になる商品がありましたら、本当に皮膚科に行って皮膚科にパーッと置いてあるので、それを購入するのも一つの手かと思います。値段はね、割引してるとことしてないとこもあったりするんですけども、ソウルとかだったら割引してるとかたまにあるかな。なので、ぜひコスメを買うとき、皮膚科に行ってコスメだけ買うっていうのもすごくおすすめです。で、これは皮膚科しか置いてないので、僕は韓国の店舗ではちょっと見かけたことがないかな。はい。で、皮膚科で使ってて、韓国の皮膚科でもこれ結構使ってるのが多いので、これ PP クリーム、こちらめっちゃおすすめですので、使ってみるのはいかがでしょうか。まあ、これを使ったね、僕のスキンケア動画っていうの方も上げておりますので、そちらの方もチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、今回はね、PP クリームなんですけども、ご存知じゃない方は、ぜひ手に取って使ってみるのはいかがでしょうか。まあ、いろんな他社からね、PP クリーム出ておりますので、まあ、ちょっと若干効果が違かったりするので、そちらはね、皆さん試してみてはいかがでしょうか。はい、今回はね、こんな感じで PP クリームをご紹介させていただきました。今回の動画がいいねと思いましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、アニョン。